ちょっと空き時間なのでショールームやってます。できる限りリハは3時半からなので、ちょっと一回ミュートとかにしちゃうかもしれませんが、できる限りやりたいと思います。キキキジャー公園です。お疲れ様です。今スタバを飲んでた。今日公園だよ。なんか今日公園な感じしない、本当に。昨日からスタバはね、今日はミルクホームラテを飲んでます。スタバは何が一番好きですか？私本当にほうじ茶クラシックティーラテが一番好きだったんだけど、でも期間限定もなくなっちゃったから。でもよく飲むのはソイラテとかミルクホームラテもよく飲みます。私も昼休憩で今秋葉原にいるって。いつか劇場行きたい。来てほしいです。いいな秋葉原。いいなってなんだ。ラーメン食べたい秋葉原で。3時から会議。最近あなちゃんに一目惚れして早く会いたいですって。嬉しい。あ、朗報がありまして、11月3日のオンラインお話し会、次の受付から発売されそうなので、イエーイ。私がマネージャーさんに会うたび会うたびめっちゃしつこく言ってた回がありました。いつ再販されますかって言ってて、次から発売開始になるみたいなので、それとともにちょっと宣伝をしたいと思います。目指せ11月完売ということで、皆さん11月会いに来てください。お願いします。滋賀行く前にね。滋賀だっけ、福岡だっけ、滋賀だっけ。はい、オンラインお話し会で会えそうです。あと10月15日も開けといてください。はい、以上です。あと武道館ってもうチケットを発券されたんですかね。再販とかあんのかな。もう発表されたかなピンポイントになった。滋賀か。武道館はね、やっぱビクアワがおすすめですね。私は今言わないでよって感じかもしれないけど、最近セットリスト見てやっぱりリクアワが一番出番あっておすすめだなって思いましたね。ねえ、チケット買った後に言うなよってね。セットリストが最近出たもので、あ、一般まだだから発見もまだ。そうなんだ。おすすめはカップリングリカは、もし1日だけだったらね。リカは行けますよ、だって。配信どうなんですかね。あるのかな。動画とか見てあなちゃんが出てくるたびにドキドキしてます。嬉しい、嬉しいな。まあそんな感じですね。本日の匂わせ
見合わせはこんな感じです。青春の聞きたい、青春フィロソフィー入ってるんでしょうか。青春を守りたい、入っているんでしょうか。乞うご期待。こんにちは。イエイ。マスクしてたら美人ってずるいよな。マスクってさ、すごいよね。なんかマスクって美人じゃないですか。マスク美人みたいなよく言いません？マスク語彙力のなさ。なんかマスクしてたら、マスクは美人になれる率高そう。ちょっと何言ってるか分かんない、すいません。マスクなくても美人です、正解なの。マスク美人なくても美人さ、正解。こんにちは。そう、目ってさ、可愛くなれるよね。目ってメイク次第で。マスクしてると脳が勝手にマスクの人を理想の顔に想像しちゃう。それなんか聞いたことある、誰か思ってた。鼻取りたくなりにくい。いっぱいコメント読んでくれて嬉しさで泣きそうです。かわいい。この時間帯はね、みんな平日お仕事中なのでね、コメントがゆったり。今お仕事の電話してて聞けてなかったんだけど、11月3日お話し会出れる、10月15日開けといてる、正解正解。ピンポンピンポンピンポン。今日は休みです、イエーイ。台風で休みしちゃった。台風来てるの今。あ、え、沖縄の方じゃなくて、こっちも台風来てるの。一周回ってあやなが痛しくなってきた。一周ってなんで、一回嫌いになった。一周回ったんだ。福祉ありがとう。こんにちは。雨で頭が割れそうです、かわいそう。今日私は大丈夫そうだ。広島もすごい風になって、そうなんだ。はい、みんなのコメント見れますよ。今日は銀行に行って外貨料金をしてきました。すごい、頭良さそう。部活だって可愛い。お疲れ様。ピンクのマスク似合いますね、イエーイ。アナかわいいやそれやろうよ。だってリグツ15は何だろうか。10月15日、みんなが来れますように。今日昼配信見れなかった方のためにも、また毎日見合わせるので見合わせます。10月は3回も東京行かなくて、うわー、出費が
10月15日が一番来てほしい。それはもう似合わせるんじゃなくない？こんにちは。似合わせ通り越してもう答え。確かに篠崎さん、交通費出してくださいね。え、出してあげたいよ。お金欲しいです。私が億万長者だったら交通費負担してあげたい。誰か私億万長者にしてください。交通費負担。最悪宿泊費でも安くします。ホテル代ね。じゃあみんな私の家に泊まったらいいんじゃない？そしたら宿泊費は浮くよね。友達がエナの切り抜き見て、ハユの推しって貯金めちゃくちゃあるんだねって言ってたよ。やばやばすんぎ。このコメント欄に石油がいるかもしれないよ。億万長者にしてください。人の家泊まれないですみません。潔癖いた潔癖いた。そう、屋根裏部屋。モナちゃんと一緒に寝れるオプションあります？やだ、モナちゃん私と寝るのダメです。昨日もワンで半半分過ぎた。呼吸できなくなった。呼吸して舞台外の現場行くの初がイベントとか本当ちょっとハードル高い。そんなことないよ、嬉しいよ。モナちゃんにビビるほど吠えられたい。モナちゃん吠えるよ。モナちゃん、前のモナちゃんそれとお父さんに威嚇して、モナちゃんかわいすぎて。モナちゃんはね、誰にでも威嚇します。自分が一番偉いと思ってるので。でもその通り、モナちゃんが一番偉いのでしょうがないんです。マジでダメなしつけ方。イベントって何するの？何してほしい？何しよう？じゃあ大体は考えてるんだけど、もう全然内容はねまだ決まっ、ざっくりしか決まってなくて、逆にみんなの希望に添えるよ。篠崎さんとチェキ撮りたいです。ツーショットチェキ、ワンショットのサイン入りじゃなくてツーショットチェキ。やば、セリフ水鉄砲しながらカラオケですよね。どっちも欲しい。なんかそういうオフラインだからこそできることをねやりたいんですよね。あやなのソロ歌唱聞きたい。じゃあハート型ウイルスで。イノセンスでも 歌いません。一人ゲームもしません。おなじみのバイトちゃん来ますか？誰だ？レイちゃんのこと？おなじみのレイちゃん。オフライン、そう、オフライン。ビンゴゲーム。1199だって。明日1200じゃん。やば。
イベント行きたいので休み取りますって、嬉しい。嬉しい。ちょっとみんなの、みんなが楽しかったって言ってもらえるように、何かいろいろ考えます。内容絶対紙イベントにします。キャパが結構狭いので1回のイベント、記念に残る何か欲しいです。もちろんもちろんです。そう、あとは内容を詰めて頑張ります。場所も決まってますね。こちら顔見てたら楽しいです、どうぞ、だって優しい。見合わせなので、まだあんま詳しくは言えないんですけどとか言って言いまくってる。はい何人ぐらい入れるんだろうな、100ちょいかなハワイ行ってるやん。パック旅行取っても大丈夫？まだまだちょっとちょっとまだちょっと公式発表をちょっとお待ちください。もうほぼ確定ですけど、ちょっと何が起こるかわからないので、そう、開始時間もまだ公式発表いつなんだ、ちょっと2週間以内には。でもそうだよね、早く取んないと交通費とか高くなっちゃうのかな。ってな感じですかね。まあそっか、10月15日今見たら超安かった。1ヶ月前だとそんなに違うものなのかな、値段。そうなんだ。好きと言えば方聞こえるね。バンされるかな。でもほぼ確定だと思うけど、そうなんだよね。2年便のライブだって泣いちゃうんだ泣いちゃうんだ。泣いちゃうんだ。都内です。こっち来てください。嫌です。そんなことない。やだー千と千尋の棒泣いちゃうんだ。こんな感じだっけ、棒ってじゃあ配信もしあったらアーカイブ買ってください。あのんちゃんに会うためのどこまででも撮りますって、やさぴー。何時開演かもまだ決まってないんだけど、
最優先事項、優しい。ほら本当に泣いちゃったんだ、本当に泣いちゃったんだ。見て涙が、あー涙が出る、あー涙が出た。あくび、涙が出ちゃった。ギリギリ会議巻きで終わらせた、だって見合わせだよ。あ、11月3日のお話し会が、お話し会が再販で追加されるっていうのと、10月15日は開けといてねっていう2点の見合わせ、見合わせお知らせです。そこのところ朝早く夜遅い。確かになんかさ、昨日も今日か眠れなくてさ、そう眠れない、たまに来るんだよなこの眠れない期間。4時まで眠れなかった今日。あ、そうそう、あと武道館は3日間リカワが一番おすすめだよって話。眠れなかったんだよね、久しぶりに薬に頼ってしまった。YouTube 見すぎ、私本当に YouTube 見ないんだよね。 YouTube って本当に見ない。最近見た YouTube はあれです、アンさんのなんか料理の、渡辺謙さんと料理してる YouTube は見ました。あ、枝豆の冷製スープ作ろうと思って枝豆買ったけど作ってない。あとトウモロコシのご飯も美味しそうだった。そう、お父さんと料理してる。お酒には頼らないな、頼らないな。眠れなくてお酒飲んだことは人生で一度もない。何度でも言うけど一生赤から見てしまう。ミキちゃん、ミキちゃん会いたい。ミキちゃん、私は今ささみを漬け込んでます。ささみを漬け込んでる、ささみ、ささみを漬け込む。めっちゃ果てなんで、え、なにさんのめっちゃ豪華な料理配信見た方がいいですよ。めっちゃ豪華だった。めっちゃ再生回数多いよね、多いよね。ゆなもぎょんチャンネルとかちゅうチャンネル見ない、見ない、たまに見る。メンバーのはたまに見るけど、で毎回見てるわけではないな。なんかあれ見たよ、もぎよんがこういうなんかなんだっけ、かまじいになるやつ。あれは見て笑いましたとか。ちゅうチャンネルはなんかレナッチとの YouTube は見て、あとはなんだっけ、あ、そうそう、二人羽織みたいな。チャンネル登録してあげて。私チャンネルもなんかログインみたいなのしたことないから、 YouTube チャンネル登録したことない。あとなんだろうな、ゆきりんさんのメイク動画も見ます、たまに。かまじいになるのがメインではない。あとあれも見たよ、なんかダブルデート遊園地みたいな。めったに見ないんだよね YouTube は。あとは何見るかな、
みきちゃん、あやな、梅田のやつ面白かった、嬉しい、赤から。あー、ちょっと待ってね。どこを踊ってるかクイズです。音で、あ、音が、あ、そうそう、そうだよ、タンポポのキッシンじゃない、そばかさのキスでした。音がね、音声チェック入るので、たまに音流れるので、その時はちょっとミュートにして踊ります。ミュートにして踊ります。夏のキスはずっと日焼けがそばかさになるように。イキリンは YouTube 渋谷でバレるまで帰れませんって、全然バレずに暗くなってきてアップしてた。みんなさ、気づいても声かけないだけなんじゃないですかね。こんにちは。ついても声かけないね、声かけなそう。確かに今はさ、マスクもしてるし帽子もかぶってたらさ、絶対わかんないよね。帽子もかぶんない、全然平気そうだったんだ。みんな気使ってんのかな。かけないけど目線送るから、あやなが腹から声かけてヤッホーってね。カメラ持ってる人も多いもんね。そうだよね、なんか街中でさ、 YouTuber の方なのか、結構カメラ回してる人多いよね。渋谷とか特にめっちゃいる。突然前の日の前まで、相手気づいてなくてもあやなんが気づくことってある？ない。街中でファンの方に会ったことはないです。ミキリンのこのシリーズ、原宿渋谷と三角って全部気づかれそうって。そうなんだ。すれ違う人の顔は確かに見てない。すれ違う人の顔は確かにね、見ないよね。
私この前ああいうの見かけました。どこで？どこで？私街中とかオタクもオフモード、ファンの方もオフモード。高見菜さんと旦那さん表参道見たことある。へえ、そうなんだ。駅のホームで？え？何駅？どこだ？マジ？私基本あんまりすっぴんで歩くから。何駅は言うな。え、気になる。ちょっと送ってください、なんかで。駅名はダメでした、すいません。言わないで、駅名は。じゃあどこだろう。 DM で教えてください、何駅で見たか。そっか、駅名は言えないか。何駅だろう。エナッチと YouTube やるんだったらどんな企画？焼肉を食べる企画。エナッチに会いたい。コスカカーフが聞こえますね。ギャンギャンな服着てる某メンバー顔見なくてもすぐ分かってしまった。ギャンギャンな服着てるメンバーって誰？ギャンギャンな服着てるメンバー、ギャンギャンな服。そう、横須賀カーブ流れてる。最近ね、ナッチに会って会いましたよ、この間プルルのセーター見に来てて。デデ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 。主役中ジャージでタナ歩いてる。可愛い子いたらあやなんだと思いながら池袋歩いてる。池袋ギャンギャンなジャージやもぎに、もぎね、もぎは確かにギャンギャンなレッスンに来てるわ。めちゃめちゃレッスンしました。嬉しかった、久々に会えて。見かけても可愛すぎて声かけません。いやいや、私プライベートでいるとき本当にこんな感じですよ。これで帽子かぶって、でなっちにめっちゃレス送ったから 0.5 秒ですよ。めっちゃレスしちゃった。なんでいいのって言っちゃったもん。アイドルの夜明けで更新しながら、最初誰来てるんだろうと思ってよく見たらレナッチでってなりました。うわ、レナッチだーってマジで嬉しかった。今は何時ですかね。もうすぐ20分。いっぱいショールームできた。なんだかんだ30分ぐらいできた感じですかね。みんな11月3日のオンライン話し会来てね。11月3日、11月3日猫を着よう。猫、そうそうそう、11月3日もし再販
決まったら猫着ようって思ってた。遅れてきたハロウィンということで。猫か、猫やだ、猫もうこすりすぎ。みんなまだまだ猫飽きてないでいい？南部から南部予定、多分お昼ぐらいの時間帯だと思います。お昼から夕方くらいに終わるやつじゃないかな、多分、わかんないけど。まだお話が夜だったらいい、夜はないかもしれない。そうだね、4、5、6部とかかな、その辺。ですこれはね、ちゃんと再販が公式で多分もうすぐだと思うので、出たらちゃんとツイッターとかで告知するので。です、そろそろ順位読みますかね。21分、そろそろ順位を読みたいと思います。今日は公演です、頑張ります、イエーイ。お腹すいた、ラーメン食べたくなっちゃったんだ。カップラーメン持ってくればよかったな。なんか公演の日はカップラーメン食べていいみたいなさ、ないか。20位、はゆちゃん。19位、居心地さん。18位、しげんさん。17位、たいち、あとチームナンさん。16位、やっしーさん。15位、まさりんさん。14位、スキッパーディーさん。13位、リオちゃん、リオさん。12位、わためのとかプスナーさん。11位、こっちひかりって言っちゃった、こしひかりさん。10位、サイダニュメタロウさん。9位、ちゃんたちゃん。8位、高蔵48さん。7位、マチャルさん。6位、アリマースさん。5位、ナオジーさん。4位、RR さん。3位、ヤッチ。舞台、武道館全部行く予定だって。イベントも行く、ありがとう。嬉しい、待ってるね。2位が、すずさん。すず、ハッシュタグチームナーさん、ありがとう。1位がスズッパ選び待ち、11月3日お話し会、10月15日開けとくこと、イエスイエスボス。そして55位、モナちゃん枠、ミシアンさんでした、ありがとうございました。あ、いや、腕時計もつけてるんだけど、細かいさ、20何分まで見れるじゃん、携帯なら。別に時計でも見れるんだけどね。じゃあ公園行ってきます。やったね、バイバイ、ありがとうございました。行ってきます。皆さんもお仕事頑張ってください。お休みの方はいっぱい寝てください。ワイワーイ。